はい、それでは NEC プラットフォームズの、大場選手と坂本選手にお越しいただきました。本日の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。いや今日はね、太陽誘電に勝っちゃいましたけれどもまず試合を振り返ってみて一言ずつお願いいたします。はい、自分は、5回で変わってしまったんですけど、やっぱり自分はあまり三振取れるピッチャーじゃないので、野手に変化球を打たせて取るっていうピッチングができたかなと思うので、それが勝利につながったと思います。やっぱピッチャーの方が要所要所をしっかり抑えてくれたので、やっぱりそれがこの最小失点につながって、やっぱ勝ちにつながったのかなって。いや本当にピッチング見事だったなと思いますけれども、今日ぶっちゃけ、調子はどんな風に、キャッチャーとしてはどう？そんなにいい感じではないかなって思ってました、うん、あ、そうだったんですね。まあ、でも大場選手はなんて言っても華やかなのですごく映えるんですよね。写真も撮ってても、ね、ありがとうございます。自分的にはどうですか、ご自身では感覚として。いや、ベストピッチングかって言われたらそうではないんですけど、やっぱりよいしょよいしょで自分の持ち球が投げれたので良かったと思います。まあね、太陽誘電かなり強打者が連なってましたけれども、はい、そのあたりは、まあ、一人一人の選手に対しての、まあ、戦略というか作戦はあったんですか？ありました。もちろん。そう、作戦通り行きましたか？大体は。おお、さすがですね。もう読みが当たった的な感じですね、バッターとしては。で、今日野手の方がたくさん得点取ってくれましたけれども、まあ、そのあたりはどんなふうに気持ち的にどうでしたか？まあ、序盤に取ってくださったので、すごい楽に投げれたので、助かりました。で、まあ、坂本選手も、ね、いい当たりがありましたけれどもあれ、まあ、バッティング手応えとしてはいかがでしたか？練習をやっぱ対策、そのピッチャーに合わせて対策はしてきたんですけど、うん、やっぱり本番で力が出ないってことは、うん、やっぱりまだそれが足りなかったのかなっていうところと、やっぱり自分はみんなが打ってくれるときは全く打てないみたいなので、まあ、次、ご期待ということでお願いします。まあ、NEC のチームとしての魅力は何だと思いますか？魅力は、若いので、うん、どんな時でも攻めて明るいチームだなって、うん、本当選手はどう思いますか？自分もやっぱり若いからこその良さ、怖がらないっていう良さがあるのかなって、うん。それでは、まあ、明日、まあ、もう1試合またありますけれども、明日に向けての意気込みをお願いいたします。はい、まあ、日立戦ということで、日立も強打者が続いているので、長打を打たれないで、なるべく最小失点で押されるように全員総力で頑張っていきたいと思います。やっぱり今日と一緒で強打者がすごく多いチームなので、やっぱり要所要所しっかり抑えていけば、やっぱりヒットを何本打たれてもホームは踏ませないと思うので、やっぱりそこを意識して明日も頑張っていきます。はい、試合前のエンジンでわーっとやるやつ、今日は子どもたちに遠慮して中でやられたと思うんですけど明日はタイミングを見てぜひ皆さんの前で、はい、やっていただけるとありがたいなと思います。ありました。明日も頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。